こんにちは、PR フィルムプロダクションのケントです。そして、こんにちは、京都フィルムプロダクションの吉岡です。こんにちは、京都フィルムプロダクションの若井です。お願いします。はい、よろしくお願いします。本日のタイトルはですね、京都フィルムプロダクションの、2人に聞いてみた PR フィルムプロダクション、入ってぶっちゃけどーということでやっていこうと思います。普段は映像撮ってる側ですけど、出る気持ちになった時どうですか？いざこうやって出る側になるとめちゃくちゃ緊張します。岡井さんはどうですか？緊張しかない。はい、ということですね、まあ、なぜこのテーマも本当その通りです。まあ、PR フィルムプロダクション、おかげさまで全国にいろんな方が、まあ、クリエイターになりたいと言いますか、まあ、映像事業ですね、僕たちがやってることは、なんですけれども、まあ、実際にどういう実態だとかどういう活動をしているのかっていったところですね、まあ、僕もなかなかこのお二人は若いというかいけるかなどうかなっていうのもあったんですけれども、しっかりと数字成績残したので、めちゃくちゃいいなというところで取材させていただきます。お願いします。お願いします。ちょっとお話しする前に簡単にお二人の自己紹介を簡単でいいのでお願いしたいなと思っています。じゃあ吉岡さんからお願いします。はい、改めまして京都フィルムプロダクションの吉岡と申します。はい、前職は、一番初め、京都の信用金庫に、入社しまして、で、まあ、営業店 と、本部の方で人事関係ですね、人事部の方で、働いていました。でその後、今は、派遣会社で、派遣登録されている方の労務管理をしながら、京都フィルムプロダクションとして活動しています。じゃあ HR でかつ、副業で今やってるんですね。はい、はい、じゃああと岡井さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、京都フィルムの若井と申します。僕前職が、まあ、飲食店の営業、まあ飲食店の店員ですね、店員をしておりまして、趣味で動画編集のことをやっていたんですけど、ちょっと、まあ、昨今のコロナの影響でちょっとあまり売上が落ちていて、かつ、まあ、ちょっと結構、まあ、旅行とか好きで、まあ、結構旅行先とかでのお気に入りのお店とかがあったんですけど、そういうところとかが、まあ、その影響を受けまして閉店したっていうのがあったんですね。で、そういった人に対して、まあ、今 その状況プラス、まあ、YouTube がすごい、まあ強いというか勢いがあるので、それで動画を使って、まあ、PR もしくは、まあ、そういった、社員の、まあ、育成とかそういうのが、まあ、できるということも聞いたので、まあ、ちょっと僕の持ってるスキルですね、使って、まあ、そういったちょっと、しんどい教材とかを貸してます。店長だった時のことですか？あとかそうですか、はい、すごいですね。実は今別のプロダクションで教えて先輩プロダクションってのがあったんですけど、はい、飲食店のこの業務とかっていうの全部動画で教育さんとかしコピーしてるやつが、補助金下りるってことが分かって、新宿は今飲食店の街ってことでどんどん補助金を圧制してて、それがあったことで飲食店さんもね、そういうのを毎回毎回教えるじゃないですか。そうですね、毎回どうせやるじゃないですか。そうですね、確かにだったらこれも見てっていうのをやるっていうやつなんですけど、あ、そうですか。はい、ありがとうございます。じゃあそんなお二人に聞いていこうと思います。はい、京都フィルムプロダクションぶっちゃけ入ってと、まずはちょっと吉岡さんから入る前と入った後でちょっと聞いていただこうかなと思います。もう本当に入ったきっかけっていうのはすごい簡単で、もうそもそも動画を撮影するのだったり動画を編集するのが好きで、もともとゲームがまあ趣味ではあったんですけど、自分がやっていたゲームをまあ編集して、まあ、公開はせずにただただ自分一人で楽しむっていうのをやってて、まあ、そこが仕事につながるんだったらまあ楽しいなって思いました。でも映像スクールって撮影と編集学ぶスクール、はい、たくさんあるじゃないですか。はい、じゃなかったのはあれなんですか？まあ、本当に性格からめちゃくちゃいろんなスクールとか調べたんですけど、でその中で、まあ、結構よくあったのが、編集のスキルであったり技術は学べるけど、じゃあ実際それを営業としてそのセールスをして、実際に、まあ、お客さんに売り込むっていう、そこまではどこのスクールもなかなか教えてくれない、じゃあ技術だけ持っても意味ないじゃん、って思っちゃって、そういうところがあってあんまりスクールは選ばなかった。ああ、ありますね。営業ってそこはなんかやっぱ目そらしがちですけど、実際やってみてここがもう本質ですよね。いや、もう本当にそう思いますね。実際にそのね、本格的にここきっかけに営業してみたと思うんですけど、なんかやっぱ大変じゃないですか。めちゃくちゃ大変です。めちゃくちゃ大変です本当に。でなんかこういうことだと思うんですよね。そうですね、やっぱり、まあ、
自分自身もわからないなりに動いて、うん、でお客様とお話しして、うんうん、っていう本当にそれに尽きるかなっていうところがあります、うんうん、はい、だからそこの土着の営業を実際に経験されて、まあ、ある車関係の会社さんですね、はい、ちょっと どんな案件なのかなっていう成果として今回は、自動車関連の会社さんの、まあ、社内向け動画、まあ新入社員として入ってきた方に、まあ、うちがどんな会社だよという形で紹介するプロモーション動画を撮らせていただいたんですけれども、まあ、本当に一番何ですか、まあ、これが多分商談の中でもじゃあその動画作成しようというきっかけになった一つなんですけど、うん、コロナ禍になって月一の、定例会議が会社の中でできなくなったっていうところで、うん、まあ、どうしてもコミュニケーションが希薄になってしまった、うん、っていうところで、じゃあやっぱりその、まあ、普段からコミュニケーションを取って何気ない会話してても、うん、会社のこととかを、まあ、本気で喋るといいますか、うん、まあ、そういうしっかりした喋る場がなくなってしまったっていうのがあったので、まあ、そこをじゃあ、まあ、社長の思いやったりとか、うん、会社はどういうことしてるのかっていうのをどう落とし込みませんかっていうのはすごいやっぱり、あの、まあ、それいいですね、うん、まあ、そこが一番、うん、そこで初めて動画の主則を、ね、作れたっていうか、いや、これだけ動画って言ってるのに動画作ってない会社めっちゃ多いなと思いますよ。見てみたら作れよって思いますよね。めちゃくちゃ多いです。絶対作って、ね、絶対作った方がいいのにってことはどういうことだと思うんですよ。で、僕はなんかちゃんとクリエイターが作りませんかって言わないから作らないだけじゃない気がしてて、はい、じゃあもうクリエイターが変われば地域の企業が変わるんじゃないかなと、うん、僕は思いながらということでですね、PL フィルムプロダクション入ってと、京都フィルムプロダクションのメンバー2人に聞いてみたら、これパート1ということで、次回続きます。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。